初代ベクティブ伯爵、1783年以降。初代ベクティブ伯爵トマス・テイラーは、アイルランド王国出身の政治家、貴族、姓は、テイラーとも、第2代順団爵サートマス・テイラーとメアリー・グラハムの息子として、1724年10月20日に生まれた。1747年から1760年まで、 ケルズ選挙区の代表としてアイルランド庶民議員議員を1756年にミーズ県長官を務めた。1757年10月に父から順弾尺位を継承1760年9月6日にアイルランド貴族であるミーズ県におけるヘッドフォートのヘッドフォード断尺に著され1761年10月22日に ヘッドフォート男爵としてアイルランド貴族院議員に就任した。1762年4月12日に同じくアイルランド貴族であるミーズ県におけるヘッドフォートのヘッドフォート施爵に除され、1766年10月24日に同じくアイルランド貴族であるミーズ県におけるベクティブ城のベクティブ伯爵に除され、1767年10月20日に ベクティブ伯爵としてアイルランド貴族院議員に就任した。1783年2月5日に聖パトリック勲章を授与され、聖パトリック騎士団最初の団員15名のうちの1名となった。1785年、アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1795年12月14日に死去、息子トマスが爵位を継承した。 1754年7月4日、ジェーン・ローリーと結婚5男二女を設けた。ありがとうございます。